江戸末期に現在の大和町に伝わった人形浄瑠璃で、県無形文化財に指定された清和文楽人形芝居。太夫の語りと三味線に合わせて人形を操り、生きた人間のように感情を表現します。気になる新作のタイトルは、ゾッパー船出の冬桜。人気漫画ワンピースの新たな世界観と伝統文化がコラボレーションし、船長ルフィをはじめとする海賊団麦わらの一味の冒険と熊本の復興への歩みが重なる物語になるといいます。麦わらの一味が航海し、波がですね、病に倒れて治すために仲間が一緒になって協力しながら、医者のいるこの冬島へ上陸し、そこで出会ったトナカイのチョッパーが仲間になるまでのですね、場面でありますけれども、制作陣にはスーパー歌舞伎セカンドワンピースを手掛けた2人、藤原道山さんが総合演出、横内健介さんが脚本演出を務めます。ゴムゴムの実を食べ、腕など体が伸びるルフィならではのアクションについても、手伸ばすのも人形買ったんです。多少ちょっとお金はかかりますけど、ね、そういう意味では人形芝居の方が実は面白いんじゃないかな。この空間での人形スペクタクルをどう考えるか、それは今、創作中で楽しみにしていただきたいと思います。チョッパー船出の冬桜は11月5日6日に県立劇場演劇ホールで上演されます。